見てください、これ23戦19勝めちゃくちゃ勝ってますよね。どうもこんにちは、バイナリー投資塾の陽介です。今回は勝つことよりも稼ぐことに重きを置いた5分足順張り手法をマスターさせます。エントリーポイントが1日に100回近くあり、勝率も 80% 前後とかなり稼げる仕様となっておりますので、必ず最後までご覧になることをお勧めします。それでは早速解説をしていきますので、画面を切り替えます。はい、早速解説をしていくんですけれど、もうすでに画面の方にエントリーポイントにチェックを入れています。パッと見て分かる通り、エントリーポイントはかなり多いんですね。これだけある勝率で根拠が強いにもかかわらず、条件自体は簡単なのですぐに習得はできるかと思います。それではまずこの仕様の挿入方法や設定数値、特性なんかも踏まえて一緒に入れていきましょう。まずこちらをナビゲーター開いていただいて、こちらのムービングアベレージを選択します。そうするとこのような設定画面が表示されますので、まずパラメータのところで期間を240、種別はエクスポネンシャル、適用価格はクローズと設定します。こちらで OK ですね。で、この移動益線、こちらは前回もお伝えしているので、まあ簡単にね、役割をお伝えしていくと、価格の平均値をグラフ化したものですね。基本的に移動平均線1本の場合っていうのは、ローソク足が抜けたタイミングでのエントリーが主流かなって思うんですけど、今回は相場の流れを把握した上でのトレードなので、ローソク足がどこで推移しているかに注目してもらいます。では次にこちらの RVI を挿入していきます。同じくナビゲーターのオシレーターの中にありますこちらの RVI を選択します。そうするとこのような設定画面が表示されますので、パラメータのところで期間を28、 RVS スタイルを緑、シグナルラインスタイルを赤で設定していて、僕は見やすいように線を太くしています。設定できたところでこちら OK を押してもらうと、このように表示されます。この RVI っていうのは変動率指数を表すオシレーター系のインジケーターです。その名の通り、相場のボラティリティが拡大しているのか、それとも縮小しているのかを判断するときに用いられることが多いです。ただ今回の仕様ではこの RVI の線とシグナルラインのゴールデンクロスとデッドクロス、こちらをエントリーする判断の基準としています。ゴールデンクロスっていうのは、この RVI の緑色のラインがシグナルラインである赤のラインを下から上に抜けた、このようなポイント。逆にデッドクロスは RVI の緑のラインがシグナルラインを上から下に抜けた、このようなポイントのことを指します。それでは実際にエントリーポイントを見ていくんですけれど、さすがにこれね、全て紹介するってなるともういいよってなると思いますし、すぐに完璧にマスターできますので、何箇所かだけちょっとご紹介をしていきます。まあ、この辺りから見ていくんですけど、こちらはハーエントリーのポイントです。まずこの移動平均線より上にあるローソク足は全て上昇傾向なので、こちらは買い目線で見ていきます。なのでハーエントリーが優勢なので、トレンド転換するまではハーエントリーのみをかけていきます。で、この価格の流れをね、掴めたところで拡大していくんですけれど、この RVI の緑色のラインがシグナルラインである赤のラインを下から上に抜けたタイミング、つまりゴールデンクロスしたタイミングを基準にしていきます。で、何度も言いますが、ローソク足が移動平均線に対して必ず上を推移していることが条件です。それを確認できた上で、こちらの達成の次なしでハーエントリーをかけていきます。そうするとこちら要線ついてますので、しっかりと勝てているのが分かります。こちらも一緒ですね。ローソク足が移動平均線より上を推移してますので、こちらも買い目線で見ていきます。で、その中からエントリーポイントを探っていきますので、そのポイントっていうのがこのゴールデンクロスしたタイミングなので、このポイントの次なしでハーエントリーをかけていきます。そうするとこちら要線ついてますので、しっかりと勝てているのが分かります。で、この簡単にね、ハーエントリーの根拠をお伝えしていくんですけれど、一番初めに見るこの移動平均線が価格の平均値をとって相場の流れを教えてくれますので、どの方向に対してのエントリーが合理的なのかを見極めてくれます。ここでは上昇傾向なので、上昇トレンド中は全てハーエントリーのみをかけていくっていうことです。これだけでも根拠としては強いんですけれど、エントリータイミングっていうのがわからないですよね。なので今回はこの RVI を使いポイントを探っていきます。 RVI がこちらでゴールデンクロスを起こしたタイミングっていうのは、買いの勢いが強いことを指していますので、上昇傾向の中でさらに買いの勢いが強いポイントでエントリーをかけているってわけです。もうハーエントリーはバッチリだと思いますので、ローエントリーを見ていきます。まあこれね、反対にしただけなのですぐに覚えられると思いますが、どういったポイントがエントリーポイントになるかっていうのを把握しているだけでもだいぶやりやすくなるので、しっかりと聞いておいてください。で、この辺り見ていくんですけど、その前にここからトレンドが切り替わっているので、こちらは注意してくださいね。ここから先はハーエントリー、
これより前はローエントリーのみとなるので、ここだけは間違えないようにしてください。でないと絶対に稼ぐことができませんので。はい、それではローエントリーのポイントを見ていくんですけれど、まずこの移動平均線より下にあるローソク足は全て下降傾向なので、こちらは売り目線で見ていきます。なのでトレンド転換するまではローエントリーのみをかけていきます。これ今拡大されている状態なんですけど、もし分かりづらいよっていうことであれば縮小して全体を見やすのがいいと思うので、やりやすい方で見極めてもらえればと思います。価格の流れをつかんだところで、こちら RVI 見ていくんですけど、緑色のラインがシグナルラインである赤のラインを上から下に抜けたタイミング、つまりデッドクロスしたタイミングを基準にしていきます。それを確認した上で、こちらの達成の次なしでローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますので、しっかりと勝てているのがわかります。こちらも一緒ですね。ローソク足が移動平均線より下を推移してますので、こちらも売り目線で見ていきます。その中からエントリーポイントを探っていきますので、そのポイントっていうのがこのデッドクロスしたタイミングなので、このポイントの次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますので、しっかりと勝てているのがわかります。ここは負けてしまっているポイントですね。こちら条件一致していますが負けてしまっています。ですがすぐ隣のこちらエントリーポイントでしっかりと利益を取れているので、焦ってエントリー金額を上げたりはしないようにしてくださいね。これ資金管理を怠っている方っていうのは、一度稼げたとしても稼ぎ続けることができないので、すごいもったいないなって思いますし、資金が溶けてからでは遅いので、必ず掛け金は統一で行うようにしてください。それでは簡単にね、ちょっとこちらもローエントリーの根拠をお伝えしていくんですけれど、一番初めに見るこの移動平均線が価格の平均値をとって相場の流れを教えてくれますので、どの方向に対してのエントリーが合理的なのかを見極めてくれます。で、ここでは下降傾向なので、下降トレンド中は全てローエントリーのみをかけていくってことです。で、その中からこの RVI を使いポイントを探っていきます。この RVI がデッドクロスを起こしたタイミングっていうのは、売りの勢いが強いことを指していますので、下降傾向の中で売りの勢いが強いポイントでエントリーをかけているってわけです。ここまで見てくれた方にスペシャルな情報をお伝えしていこうと思います。まあ、正直ここを聞き逃してしまうと絶対に稼ぐことはできないので、しっかりと集中して聞いておいてください。それはこの仕様の相性のいい時間帯についてです。それは17時から23時の時間帯。これなぜかっていうと、日中は為替市場が開いていて相場が活発に動いているため、レンジ相場になることが多いんですね。逆にそれ以外の時間帯っていうのは値幅が落ち着くためトレンド相場であることが多いです。なのでトレンドが発生したところでエントリーかけるこの仕様では、日本の為替市場が終わってから日付が変わるまでの時間帯っていうのがかなり有効的なんですね。これここを意識するだけで勝率がぐっと上がりますし、負けを減らすことにも直結してくるので、手元に残る資金が増え、リスクを最小限に抑えることができるってわけです。ぜひね、こちらも参考にしてご自身のトレードに活かしてもらえればと思います。はい、では今回のまとめになるんですけれど、まず移動平均線をもとに相場の流れを掴んでいきます。価格がどの方向に流れているのかを確認した上でエントリーポイントを探っていきますので、上昇傾向なら買い目線、下降傾向なら売り目線として見ていきます。これ同じエントリーが続くことがほとんどなので、こちらはすぐになります。で、それを確認した上でこの RVI を見ていき、上昇傾向のゴールデンクロスでハイエントリー、下降傾向のデッドクロスでローエントリーというような手法です。そして最後になるんですけど、あなたに一つだけやっていただきたいのが僕の LINE の登録ですね。今回の手法のことでしたり、バイナリーのことでも、メンタル維持や資金管理法についてもメッセージいただければ全てお答えしますので、画面の QR コードを読み取ってもらうか、この動画の概要欄にも僕の LINE の URL が貼ってありますので、そちらから友達追加をしてもらえればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで今回はここまで。